えー、高卒31歳、既婚子持ち20代全貫通信系の営業で従業員800人の会社で1年間の売り上げがたまたま1位になったかがあります。その経験で調子に乗り中古店社の輸出で起業し外国人に騙された廃業。その後リフォーム会社を立ち上げ6月先月廃業しました。えー、無能で地頭が悪く知識,知識もないのに勢いで行動して失敗してしまいました。現在は広告代理店で営業してます。貯金1000万円あります。このままおとなしく一生会社員にで,できるわけでしょうか。はい。 あの、結局その、あの、経営に関しての能力はないけど営業能力があるっていうのが多分あなたの才能なんですよ。なのであの、経営やらなければ食いっぱくれることはないと思うので、経営やらないものの方がいいじゃないですか